まあ、ぴっしゃりまっすぐじゃなくてもぱっと見なんかね、それっぽくまっすぐしたいなっていう。濡れてんの？わー、湧き水が。要はこれ入ってきちゃってんだね、どっか、ここのあれからね。やったー。まあ食べたもんね。やっぱ漬け方が今の漬け方じゃないっすね。そうだね、これ昔前の漬け方法というか、ある程度ちょっとやり直しっていうか、うん、ちょっとこれうまく決めて、あ、ちょっとうまいところ探してみます。探してみます。すいません、お願いします。フェンダーここね、一応タルク入れて研いでたんですよ。そしたらここがちょっと高くてゴイゴイ削ってたら穴開いちゃったんですよね。で、穴開いちゃったんでちょっと大きくここ四角く削りました。で、このまんまだと何にもできないのでこういうの作りました。 FRP の板ですね。この FRP の板をこう入れてね、ちょっと表からやっちゃうとまたここ高いんで、この裏をこう入れ込んでうまいことベースを作って、その上にまた FRP を蓄層していこうかなと思います。で、これをね入れ込んでいってベースを作りたいと思います。はい、穴開いてたとこね、とりあえず FRP 貼って埋まりました。で、ここまだ低いんでここにタルクを流していきたいと思います。こういうあのビス穴とかでもね、ある程度ちょっとほじく、もうちょいほじくって鳴らしてタルクを入れてベースを作りたいと思います。よかった、埋まってどうなるかと思ったぜ。あ、ほんと、勝てん。ここあのメグミックス入れてあるんですよ。板入れて、このオリジナルのところと、そう、俺が作ったあの板あったじゃないですか、あれをパネルボンドで一発ここくっつけてあるんです。なるほど。ちょうどここっすね、この黒くなってるところ。裏もしっかり引いてるってことだ。そういうことっす。だからここの、そのなんだ、ビスの穴が開いてるところはもうパネルボンドでここバッチリついてるんで。なるほどなるほど。多分ハンマーでパーンってやっても落ちないです。はい、あのまんまだと結局ここでしかついてなくなっちゃうってことだよね。そう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 。で、削り込むから薄くなっちゃってってことだよね。で、また結局ここの四角の跡になっちゃうんで、ね、それが嫌だったんで裏からね当ててやって。素晴らしい。はい、これなら多分跡出ないと思うんで。すごい。そうだね、同じ素材ですね。そうです。裏から手入るのやつ大変だ。そうなんですよ。だからこういうとこから手入ればね、全然なんてことはないんですけどね。張ってっちゃう。蓄積できるわけね。はい。結局ここも入んないし、こっちも入んないしで、まあ大変でしたね。すごいね。よく考えたね。ギリギリでした。すごい。素晴らしい。はい、ギリギリだぜ。本当に。ありがとうございます。ありがとうございました。めちゃくちゃっとした。だいぶ良くなって。俺らの方もだいぶリレット落としてやってるから、だいぶスッキリしてると思う。ああ、だいぶスッキリしたっすね。うん、だいぶスッキリすると思う。すげえ。なになにこれあれっすよね、ウィングっすね。あ、ウィングっすね、今日そのためですね。おい、なーれ、おいしくなーれ。意外と表面張力で、どうしても入っていかないのね。染み込んでいかないっすよね。意外と一回シムシムするとあれなんだけどな。そうっすね。これ甘いと剥離する原因になるんだ。あ、なるほどね。はい、しっかり浸透させて下と密着させないといけない。中も入れたからね。そう、こっち側も入ってっすよね。そう、すげー。先に穴開いちゃったんで。はい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 。そう、結局羽が通り出てないっていうか、まっすぐじゃなかったんで。そう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 。まっすぐになるように削り込んだんですよね。そう、したら穴開いちゃったんで、高いところ。そう、 RP 貼って、中にタルクを敷き詰め、これで削ってもまた穴が開かないよ。開かないです、土台がいるんで、ね、ちょっと重くなっちゃうけどね。まあまあまあ、まあでも形ない、形ないからな、ほぼほぼもう。なんなら元の羽より重くはないですからね。あ、そうだね、うん、あのパテね。はい、うん、まあパテがいけるってわけじゃないけど、こっちの方がそうっすね、多分パテだと割れちゃう可能性があるけど、
エバルキーの方がまだ完成してないんで、ね、同じ素材全部とは言わないけど、うん、いいです、いいです、ありがとうございます、よっしゃ、はい、サイドのスリットの部分なんですけど、ドアとの高さがね、面差が違って、ここもすごく丸くなっちゃってたんで、パルクのパテで足付けした後面出して、ステッカーを見たらね、取り込んであったんですよ。最終的にはもっとここのパテも削り込んで、スリットをなだらかにして、その高いところの面差はこっちと出して、ここだけちょっと整形していく感じになると思います。ここニュアンスなんで調整するとこいっぱいあります。でこれ反対側なんですけど、反対側はそもそもここの面差が結構合ってて、スリットもともとあるんですよね。あっちもこれ完全にこうない感じになっちゃったんで、まあ、別々に作業してるんで、最後どっちかに合わせてある程度今スリット入れてます。はい、はい、僕はじゃあ羽担当ということでね、はい、すげえな、だいぶピシャリしたね。そうっすね、やっぱもうもともとが無理やりつけられてたっていうのもあるし、うん、こうなっとったっすよね、確かね。そう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 、なんでもうラチ赤っつっていうことで打ち切って行ったね。そもそもキットの基準が来てなかったけど、ね、まあそうっすね、もともとこういう R だし、こういう R だし、そう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 、トランクもまっすぐじゃないですからね、こういう身なりになってるから、ね、羽自体も、まあ、物がまあ、うん、うんって感じだった、ね、まあよくはないよね。角とか全然この肉厚が足らんかったんですよ、うん、あれして無理やり押さえつけて止めとった感じなんですよ。だからこう反ってっちゃうね、グワーンってなっとった。なんでまあ一回外して、これに関しては完全に回ったれ、回ってるっすね、本当だよ、ベースあるよ、ボコボコ作ってるのか、うん、こっからだからまあもうちょっと通りを出して出たら、この上からあのガラス繊維このままを貼っていって形にしていく、はい、納車っていう感じですかね。まあ、これもねいろんなやり方考えたんですけど、まあ、まあこれがまあ、うん、ベストだと、うん、なんならね最初もう一発一から起こしたのかなっていう、ああああ言ってたよね、作り直すか、そう出ようたんすけど、まあちょっと時間かかるんで、まあ、それまあ、まあ、まあまあこれがベストかな、うんうん、だいぶしゃっきりするんじゃないですかね。もうするでしょ、ここよりかは、うん、もうこの時点でだいぶすっきりしてきたもんね、うん、もうこれぐらいこれぐらいの1、第1ぐらいで出てない、いやほんときついよ本当に。前の人もよく作ったよね、本当にね、いやそうですよね、あれもすごいこのビサートも埋めるためにパテめっちゃあった、うん、こっちも持ってなきゃいけないもんね、うん、に関してはようやくまあ積み出したから、うん、大変だよ、うん、なんかヒートテックの中に入ってきてからちょっとチクチクしよるんですよ、ね、そう本当にそうそこも結局そんぐらいザグラント吸わないんで、うん、だよね、まあ、とりあえず最初はもう大胆にもうザグってもうて、うん、あとはまあ FRP なんでどうにでもなるんだよね、だよね、結局段差埋めるのはパテルタンポエルので、うん、高ささえ入れちゃえば削っていくだけだから、まあ綺麗に沿うようにだけ作れば、うん、まあだよね、だよね、どっちにしろ作るのは作るよ、だからな、だよね、パテでも岡山の地元の人に怒られる、怒られる、怒られる、怒られるでしょ。あー、ヒロトも困ったな、困ったしょうがないじゃん、しょうがないじゃんよくあるっす、地元の人はね、多分ある、岡山行ってたぶん寒いボタン、キショ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 って別に標準語キショイとかじゃないですよね。そうだね、俺が言うことがキショイってことしたの、そうまあしょうがないじゃんって感じで ね、これもやっていこうかな、はい、はい、お願いします。最後ね、サフェイさん、はい、入れましたね。ああそう、サイドそうなんですよ、サフェイ入れて、もう一回そうですね、一回研いで、うん、アラがあるとこもう一回パテ入れて、綺麗になりすぎてしまったかもしれない、うんうんうん、まあこれに関しては俺たちが経緯に必須から ね、完全に、はい、文句言わせない、はい、文句言わせないです、俺たちが経緯に、ミドルネーム経緯になって、俺したら俺もう全部アルファベット K なんだけど、KKK なんか違う団体になっちゃったね、 KKK 白人至上主義団体とかそんな感じなんです。あ、そうなんですか、 KKK ある、もうちょっとだね、まあ
まずこれで作業拭いて、そうだね、これで作業拭いて、トイレ、まあ、最終の今度はあれだよね、この回エッジの立ちとか、そうっすね、ある具合を多分左右で揃えて、でもう一発さ、あの作業拭いて、うん、とりあえず第1回目はここの面差っていうか高さとか揃えただけなんで、うん、そうね、ここのラインね、はい、これがおかしくないかだけこう見て、はい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 、今ちょっと合わなかったところやっぱリッド周りとか、はいはいはい、ドア周りとか、うん、この辺だよね、うん、やっぱまあ完璧に決めてなかったんで、はい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 、そうラインだから次は調整しようと思う。あとショットかな、ショットです。うん、ここからはねどこまでもできるというか、まあそうですね、もう本当己次第っていうか、まあちょっと基準決めちゃって、そう、うん、やらんとか一生はね、うん、一生はらん、こんなに永久期間、永久期間だよ、ほんまに永久期間、サクラダファミリアだ、確かに、あとちょっと、あとちょっと宮本ちゃんの方がなんかすっきりしてるんだよな、うん、でも左右差あったっすね、まあ、要はだからここに辻褄合わしたか、後ろのウィングのとこで辻褄合わしたかっすよね。こっち若干あれなんでね、それが寝てたんだもんね。そうっすね、ちょい起こししたんすか。そう、またまだちょっと寝てるけどね。でも最初から寝たら、うん、最初なんかもうそう、こんなんなってたからね、そうそう、こうなってたから。俺のアイポイントはやっぱこのフェンダーと、やっぱこの辺の後ろのやっぱこの辺は結構アイポイントっていうか見るポイントだと思うんですね。剣肥って感じだというか、うん、そう、本当にそう、こことここか、そうそう、ね、このダクト周りですね、はい、この辺はかなりしっかりね、うん、きちっとしてたのか、ね、よく見えるギャングキングね、愛徳出しといて、ギャングキングの最後出しといて、うんうん、いいのできそうですね、はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、お願いします。